皆さんこんにちは。ゴルフティーチングプロフェッショナルの宮崎大輝です。今回レッスンを受けに来てくださったのは YouTube のゴルフ動画が大好きな K さんです。全然ボールに当たらない、当たってもドフックと右にボールがぶっ飛んでしまう球が止まらないという問題があるっていうことでレッスンを受けに来てくださいました。これから僕が彼のスイングをどうやって直していくのか見ていきましょう。はい、それではこれから K さんのスイング分析を簡単にやってみたいと思います。じゃあまず正面から見てみると、彼の頭はビューッとですね、右足方向に移動してですね、頭がちょうど半個分ぐらいかな、こっちの方向に、右足方向に移動しているわけです。頭がこっちに移動するってことは体全体的に移動しているよという感じですね。でそれによって右足にすごく体重が乗っていると、8割9割こっちに乗っているんじゃないかなと思います。で右足に体重がたくさん乗ってしまうと、ダウンスイングからインパクトにかけてものすごく体重をこっちの方向に、左足の方向に乗っけなくちゃいけないわけです。で単純な話で、この横ブレが大きいスイングっていうのは、ミート率が下がりやすいよねっていうふうに思ってください。というわけで彼の一つ目の問題は、ミート率がきっと低いだろうという感じですよ。で2つ目は、正面から見た時の2つ目の問題は、まあフィニッシュで下を向いてるっていうことだけにしておきます、今のところは。はい、というわけで2つ問題が正面から見えました。じゃあ今度は、後ろからの分析をやってみましょう。彼はですね、とても綺麗なスイングをされてるんですね。バックスイングでクラブを振り上げた時に、まあ、ほぼオンプレーンと言われる形に近い振り上げ方をしているわけです。なのですが、このフェースの向きを見てみましょう。このフェースの向きっていうのは、頭が下を向いている状態なんですね。でこの状態を、オープンな状態だと言います。で何に対してオープンなのかっていうのは、もしよかったら僕の本を買って読んでみてください。この状態はスクエアになってほしいっていうような感じになります。で、トップからですね、ここまでフェースがオープンだったら、インパクトに向かって思いっきり手首を返していかないといけないんですね。で手首が本当に返っているかどうかっていうのはここで判断できます。もうちょっと下に下げようかな。はい、ここでこっちから、はい、まずは、このフェースの向きは思いっきりフェースが返っちゃってるっていうことなので、見たままですね、まあフェースの向きがこっちの方向に向いているよっていうふうに思ってください。これは思いっきり 手首を返してるっていうような感じになります。で、2つ目の問題点はこのシャフトのエグジットの位置ですね。肩のラインに対してシャフトが、すごく高い力が出ているっていうふうに思ってください。これはクラブを、ものすごくインサイドアウトってちょっとこの画像から分かりにくいと思うんですけど、こんな感じで、こんな感じにクラブのヘッドをまあまあ近いかな、はい、振り抜いているっていうような感じです。というわけでこのスイングのプレーンがすごい右を向いちゃってるよっていうことが次の問題になります。このような、面の振り方をすると、クラブの振り下ろし方をするとボールっていうのは、まあ、左にこうグイーンって曲がっていく、こうチーピンか右にボールをビューン飛んでっちゃうっていうブロックっていう、プッシュですねっていうのが出やすいんじゃないかなと思います。というわけでですね、彼のまあ、最初のレッスンで、見つけることができる問題点っていうのは、まあ、大雑把に言ってこんなもんじゃないかなと思います。というわけで彼にはまずフェースのコントロールを学んでいただきました。これでオープンだったフェースはスクエアになったわけですね。それでこのトップからボールを打ってもらいました。ちょっと雰囲気が変わったのが分かります。ただこれではボールはちゃんと当たってくれないわけです。そんな感じ。当たってくれない一番の理由はインパクトからフォローにかけて思いっきりフェースが返っていることなのですが、僕は今回のレッスンで彼のフェースが返っちゃうのを直せない自信があったので、チーピンとプッシュが出てしまう原因であるプレーンの向きを直すことにしました。僕に比べたらプレーンの向きはこんなに違うっていうのがわかると思います。というわけでプレーンの向きを直すための取り組みです。
軌道を見てみると、アフターのプレーンの向きはだいぶニュートラルに近づいてきたのがわかります。でも思っていたほど効果が出なかったので、もう一言アドバイスをして、クラブを振ってもらいました。これで OK、 自分なりに振っても僕と変わらなくなりました。ついでにラインクロスしていたトップの位置にも変化が起きました。よりオンプレーのトップになりましたね。これで素振りをしてもらったらこんな感じ、実際にボールを打ってもらってもこんな感じ、とても良くなりました。でもフェースのローテーションは相変わらずノータッチなので思いっきり返ってしまっています。次回はここを直したいなと思います。というわけで今回の動画はここまでです。次回をお楽しみに。